ここか、桃源郷。行こう。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。あの、お客様、お子様連れはちょっと…社会見学の一環だ。多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので…絶対に迷惑はかけない。いいよな。かしこまりました。すごく広いところだね。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ。あけみです。桐生だ。シンジから聞いてないか。桐生？あなたが？ああ。それじゃあ、しんちゃんはもう…そう。最後に会った時、から言ってたの。自分にもしものことがあったら、あなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が、急に真剣な顔してね。そっか。しんちゃん、死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人、急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。埠頭に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん、しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？
何が起こったの？わからんが、ここで待ってろ。
よう、ケルちゃん、探したで。マジマの兄さん、あんた、まだ生きていたのか。助けて、お願い、助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね、嫌です。私、他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで、ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。Yeah!
ついね、お前が。あの女がアケミか。辛いだろうな。伊達さん、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の不当だ。大見連合の寺田って男がかくまっているらしい。大見連合だと。なんで奴らが風間を。わからんが、信二が命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。桐生、 MIA が
神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ桐生、芝浦に。ああ。近江連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備した方がいいぞ。準備できたら俺に言ってくれ。芝浦に行く準備はできたのか。そうか、気をつけていけよ。
あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人、ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。五代目大海連合、テーラーだと申します。大海連合がなぜ風間のおやっさんを。桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、カズマ。おやさん、ご無事で。すまなかった、苦労をかけたな。あの寺田って男はもともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで東条会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。なあカズマ、これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はい。その子の母親の水木は由美の妹じゃない。え？由美は水木なんだ。お前たちが水木だと思って探してた女は由美だったんだ。どういうことです？水木は5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ遥の母親っていうのは由美だ。その子は正真正銘由美の子なんだ。由美お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、由美の相手、いや遥の父親は神宮恭平だ。神宮、あの MIA の。9年前の写真だ。由美が抱きかかえているのは遥か、横に写っているのが神宮だ。由美が事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。はい。事件の翌日、由美は何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐに由美を手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。うん？雷。どうした？わからない、わからないけど、俺はその時わかったんだ。堂島組長を殺したのが